はい、どうもこんにちは。今日はですね、スマホで景色を撮ったりとかするときに使える簡単にできるコツをね、3つほどご紹介させていただきたいと思います。はい、というわけで3つほどご紹介したいと思います。でね、まずね、スマホを横に持つということ、横で撮るっていうことね、横で持つということ、あとは写真を撮るときに主役を決めるっていうことね、撮りたいものの主役を決めるっていうこと、それともう一つはグリッド線を使う、この3つ本当に簡単にできるコツですので、この3つだけ押さえていていただければ、風景撮影、景色のね撮影とかが結構上手にできるかと思います。それでは一つずつね、ご紹介していきたいと思います。まずですね、スマホを横に持つっていうこと。スマホって縦に持って使う機械じゃないですか。なのでどうしても写真を撮るとき縦で構いたくなっちゃうんですけれども、まあ、別に縦でもいいんですけれども、景色を撮る場合ってどちらかといったら横の広がりを表現したいことの方が多いじゃないですか。どちらかといったらね、まあ、縦のこう高さ、この長さとか奥行き感を出したいっていう場合はやっぱり縦で撮った方がいいと思うんですけれども、横の広がりを表現したいという時に限ってはやっぱり横で持った方が結構いい写真になると思いますので、なので横で撮るっていうこと。はい、はい、続きまして2点目なんですけれども、主役を決めるということ。写真を撮る時に自分がああいい景色だなと思って写真を撮るわけじゃないですか。その時になぜいい景色だなと思ったのか、撮る前に一呼吸置いて、なんでいい景色だと思ったんだろうなっていうのをちょっと考え直してみてください。そうすると例えば空の形が、空の形ってなんだろうね、空の色が綺麗だとかね、雲の形がいい形だっていうふうに思ったのか、山の色がすごいいいなと思ったのかとか、そういうのを一回自分の中で整理してみて、そして、撮りたいと思う主役を決めましょう。これ主役を決めるか決めないかで全然印象が変わってくると思いますので。はい、そしたら3つ目なんですけれども、じゃあその主役を決めたら、その主役を一体どうすればいいのっていう話なんですが、グリッド線を使ってください。皆さんのねスマホのカメラの設定から、グリッド線を表示みたいな感じの、ね、グリッド線オンオフみたいな感じの項目があると思います。その項目をオンにしてください。そうすると、縦に2本、横に2本、井戸の井戸、ね、縦に2本、横に2本のなんか線が出てきます。邪魔だなと思わないでください。グリッド線かなり使える線ですので、縦に2本、横に2本の交わった点、4つの点があるんですけれども、この4つの点に自分がいいなと思った被写体、例えばバイクであったりとか、あとまあその山とか、何かしらの建物とか、そういう自分が景色の中でいいなと思ったものをその交点の場所にね置いてみてください。そうすると自然とバランスのいい写真になります。すごいでしょう。何にも考えなくていいです。ただその交わったところに自分がいいなと思ったその主役のやつを置いてください。それだけです。そうすると必然的にバランスのいい三分割法っていうんですけれども、バランスのいい写真になるようになってますので、またそれだけにとらわれちゃいけないんだけれどもね、まあ今回はそういう話ではないので、はい、なので、グリッド線を使いましょうってこと。はい、はい、というわけでございましてですね、以上の3つ、横に持つということで、主役を決めるということ、あとグリッド線を使うということ、この3つだけ気をつけて写真を撮っていただければ、ワンランク上のねそれっぽい感じの写真になるかと思いますので、ぜひぜひ皆さんチャレンジしてみてください。これからね暖かくなってくるとツーリングシーズンですよね。その辺こう走りに行ってさ、ああいい景色だなって、景色とバイクを撮りたいと思った時にぜひその撮り方ね活用してみていただけたらなと思います。はい、というわけで今日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。